皆さん、企業人として働くということは一体どういうことだと思いますか？このままずっと自分の人生の時間を切り売りして過ごしていくんだろうか。この会社に私は本当に必要とされているんだろうか。会社で働いている時間を8時間、通勤時間も入れると1日の大半を仕事に費やすことになります。確かに貴重な人生の時間を会社で費やすことになりますね。しかしその時間は無駄に消えていくものでしょうか。仕事を通して私たちは様々なことを経験していきます。時には辛いこと、厳しいこともあるでしょう。一方で努力を重ねてやっと成功したといった経験もしていくと思います。大切なことはそこから何を学ぶか、その一つ一つの経験をバネに成長していけるかどうかということではないでしょうか。どうしてすぐに連絡してこなかったんだ。申し訳ありません。それじゃ困るんだよ。もっとしっかりしてくれないと。はい。川路さん、何やってんの？え、ちょっと休憩を。終了時間中にスマホなんて非常識よ。桑江君、おはよう。おはようございます。桑江君、挨拶は社会人の常識だぞ。もっと元気よく。水島君、どうしたんだその髪型。え、おしゃれでしょ。何を言ってるんだ。きちんとした身だしなみは社会人の常識だよ。常識って、常識って、常識って、何だよそれ。常識、この言葉について皆さんはどんなイメージを持っていますか？世間一般に常識があるように会社にも常識があります。ところが実は会社の常識には年齢や立場によってその意味するところに大きなズレがあるということを知っているでしょうか。例えば上司にとっては常識なことが皆さんにとっては理解できないこと、つまり非常識になる。実際の職場ではそうしたケースがよくあります。もちろんその逆もあります。もしお互いの常識がずれたままで同じ職場で働いていたとしたら、いい人間関係を築いていくのは難しいでしょう。突然ですが、皆さんは正社員の仕事とアルバイトの仕事の違いをどう考えていますか？俺、アルバイトでリーダーをやってたから結構活躍できると思うんだよね。え、リーダー？すごいね。もうそれなら大丈夫よ。私なんて人間関係苦手だから自信ないな。そうそう、俺なんか仕方なく働くっていうのに。え、モチベーション低っ。大丈夫大丈夫、正社員の仕事も大変だと思うけどアルバイトとそんなに変わりないって。皆さんは正社員の仕事とアルバイトの仕事どこが違うと思いますか？ところで松井君は学生時代どんなアルバイトをしていたの？居酒屋とかいろいろ。居酒屋のアルバイトは君にとって簡単だった？いや、結構大変でしたよ。注文取るだけじゃなくてアルバイトのメンバーのシフト決めたりまとめたりしていましたから。金沢さんはどう？さっき帰ってきた。え？そうそう、あれ最高だったよな。いい感じで撮れてるよ。うん、アップしておくからコメントしてよ。うん、じゃあね。これ我ながらいい出来だわ。大嫌いな取引先のビルに向かってペットボトルを投げる真似。ここの担当者ほんとムカつくんだよな。
これはきっと反応いいぞ。うん？これはかなり反応いいな。はい、おはようございます。申し訳ございません。金子係長どうかしたんですか？何をのんきなことを言ってるんだ。何をしたのか分かってるのか。え、何をって。これだよ。あ、公開範囲の設定したはずなんですけど、設定し直しておきます。公開範囲、そんなことはどうでもいい。どうしてこんな写真を撮ったんだ。しかも SNS にアップまでして。どうしてって。視察電機さんからクレームの電話が来たんだよ。お宅の社員はどうなってるんだって。え、ちょっとふざけただけなのに。ふざけただけって何を言ってるんだ。視察電機さんは大切な取引先だぞ。いや、実際に投げているわけじゃないですし。投げていることは関係ない。取引先に対してこういう行動を取ろうとすること自体が問題なんだ。分かってるのか。